モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はアンズお肉の工場直売所ジャパンホーム&の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語山尾セットプレゼント。この糸物語あまおセットというのは、飲むヨーグルト博多あまお、食べるヨーグルト微糖、あまおういちごソースがセットになったもの。もともと牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。めちゃくちゃ美味しいです。はい、しかもね、糸島っていうのは博多あまおうもすごくすごく美味しくて有名なところ。そのあまおうでいちごソースっていうのを作ってるんですよ ね。このいちごソースがね、またトロトロトロってしててね、ヨーグルトにかけるもよし、なんか他バニラアイスかなんかにかけてね、食べるとね、もう何でも、そうなんですよ。これがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。ですよね。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、まずはこういうものから紹介することにしましょうか。あさみさんです。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。この前の日曜日はバレンタインデーでしたね。まあ一昨日日曜日バレンタインデーでした。はい、我が家の小学5年生の長男は2年連続両思いの女の子が玄関にチョコレートを持ってきてくれて、ほっこりわー素敵だったんですが、小学1年生の次男を訪ねてくる子は誰もいなくって、全力で大号泣。うわー、大ちゃんを好きって思ってくれる女の子誰もいないと、うわ、誰も女の子来なかった、うわと足をバタバタさせて大暴れ。もう本当にね、小一だから。それはね、そうなんだよ。悲しいですね。母からのチョコレートはカウントしてもらえず、モテる男になれ。見かねた主人が雨の中スーパーにチョコレートを買いに行って渡すというサプライズを実行し、やっと笑顔を取り戻しました。そして月曜日の朝、昨日の朝、チョコレートのゴミをそのまんまにして散らかしていたので、クラーッと怒られていたんでした。あらあら、面白いね。このなんていうか、お兄ちゃんがいたりするとね、うん、どうしてもなんかお兄ちゃんと比べてしまうから、はい、お兄ちゃんも実は小1ぐらいの時はそうだったんだけれども、うん、今小5のお兄ちゃんしかいないから、やっぱりこうね、そうお兄ちゃんはこんなじゃなかったなっていうふうに思っちゃうんだけれども、そうなんですよね。もう同じようなもんですよ。はいはいはい。まあね、ほんと、うわー、大ちゃんを好きって思ってくれる女の子誰もいないと思って。待ってたんでしょうね、お兄ちゃんにも来てから僕今来るはずだってね。そういうことですね。なんかこういうね、メッセージを聞きながら、ふと、あ、そういえば今年俺どうだったっけみたいな、そういうふうに思ってる、うん、おっさん連中も相当いるんじゃないか。でも渡したら本当に喜んでくれますね、チョコレート。今年1個あなたからのだけでしたって言われました。そうですか。はい、へえ、まあね、もちろんやっぱりね、チョコレートをいただいたりするとすごくすごく嬉しいですよ、うん、ありがとうございますっていう、やっぱね、そういう気持ち。まあ番組もね、いつもね、毎年毎年あの銀のスプーンからね、もう板チョコやめちゃとね、筑後のいちごとね、今回ね、あのダーク73っていうカカオ分 73% のベルギー産のクーベルチュールチョコレート。本格的ですよ。そうですね、あの番組に届いたんで、はい、番組のスタッフでね、分けて、いやもうこれが板チョコっつってもね、ものすごく高級 で割とこうね、あの大きいんですよ、うん、あの今日ねインスタにあげますんで、はい、ぜひ楽しみにしておいていただければなというふうに思います。さあ、それからね、これもいいよ、かわいいよ、ゆりえさんからいただきました。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。2歳のうちの可愛い娘の話、はい、娘は食事の時間になると食器を入れている引き出しから自分の食器を持っていくんです。
お利口さん。ねえ、もしかしたら食い意地張ってるかもしれないよ。早く食べたいみたいなね。でもね、それっていうのは生きる上で大切なことですから、うん、はい、食欲というのは根源です、うん、ね。いつものように食器を取りに行ったなと気配を感じていたら、硬いアンパンチアンパンチと必死な声。最近言葉をだんだん覚え始めた娘、初めて言った言葉だったんで、硬い硬いアンパンチアンパンチ、急にどうしたとと思って見に行ったら、引き出しがつっかえて閉まらなかったようで、その引き出しに向かって大好きなアンパンマンの必殺技、アンパンチアンパンチ。私も困った時にはアンパンチで物事解決すれば結構楽しいかもしれないと想像させてくれた敵。もうこういうのはね、お母さんにとっての一生の出来事ですよ。そうですよ、思い出、本当宝物が増えていきます。そうです、うん、子育ての宝物ね、プレゼントですよ。本当にアンパンチアンパンチ、かわいいね。私も困った時にはアンパンチ、うん、まあ、旦那さんがねぐっすり寝ているところ、鼻先アンパンチ。力は本気なんでしょ。力は本気って、アンパンチは力本気ですよ、当然じゃないですか。今しかも上からでしたよ、ね、寝ているんだったら上からでしょ。怖い、鼻先のところが一番やっぱ効きますから。さあ、それからね、これ引きましょうか。女性の方、30代ですね。秋江さん、中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。福岡出身、はい、カナダに住んでます。そうですか。先日カナダの旦那さんというタコちゃんペの夫婦の友達です。まあね、あの先日ね、カナダからおもろい家族が届いて、はい、おもろい家族 from カナダっていうラブレターみたいな感じでしょ。カナダから送ってもおもろい家族って採用してもらえるんだと感動し、我が家もおもろい家族のメッセージを送ります。私のベストフレンドであり喧嘩相手のばあちゃんの話。うちのばあちゃんは福岡市動物園の近くの中高一貫のカトリック系のお嬢様学校の出身。もうほぼほぼすぐ分かりました。まあ、あの2つの葉っぱっていうふうに言ってるんじゃないかなっていうふうには。ですね。ばあちゃんは自分のことをずっとお姫様貴族と勘違いしていました。孫たち、私たちに自分のことをおばあ様と呼びなさい、それに反発した私はババアと呼ぶと、まあ親の顔が見てみたい、その親の親あんたの子供たいと、また私が反発していつも喧嘩していました。福岡市内の島のお寺さんに嫁いで、仏様の近くにいるのに神様を信じていました。私がカナダに暮らし始めて、ばあちゃんは私がちゃんとカナダで暮らしているのかいつも心配していました、うん、ある日ばあちゃんと電話で話していると、あんたちゃんと英語喋れようとね、うん、なんとか通じるよ、ばあちゃんって英語喋れると、喋れるくさ、私の中高の学校の先生は厳しい白人のシスターやったっちゃけん、と自慢げにばあちゃんが言ったんで、私が How are you? というふうに言ったら、 I'm fine Thank you Sister Mary And you? シスターメアリーの名前まで一緒にフレーズで覚えてるんだ。まあいいや、ばあちゃん英語を話せることに自信を持っているので、ばあちゃんすごいやん、喋れるやんと褒めると、そやろ。数年前、私が一時帰国した時、カナダに帰る時に飛行機に乗り遅れて、翌日の便で帰ることになって、見送ったはずの孫が家に戻ってきたんで、ばあちゃんは驚いて、あんた語源あるっちゃね、私が空港まで見送らないかんと言い、翌日ばあちゃんと一緒に空港に行って、私がちゃんとチェックインしたことを確認、出発口でお別れの挨拶、ばあちゃん行ってくるけん体に気をつけてよ、そしたらばあちゃんはグッドバイ。ん？どっちどっち？バイがどっちのバイ？グッドバイ？どっち？グッバイの方？それともグッドバイという博多弁が混ざってるわけ？そんな貴婦人なばあちゃんも波乱万丈な人生を84歳で幕を閉じました。今年は三回忌で帰国したいんですが、新型コロナウイルスの影響で帰国できません。福岡がとってもとっても恋しい。
けどおもろい家族の話や中地の YouTube 見て心満たしてます。ありがとう。まだカナダでの面白い話がたくさんあるんでメッセージさせていただきます、はい、現在カナダのコロナの状況は私が住んでる州のコロナの感染者の累計が6万7千人、なんかいろいろ規制がありますが、とりあえず出かけるな、人と会うな、家にいろっていう風な感じです。 BS 中地のクラブハウス参加しました。時差があるんで早朝5時でした。今夜はタイの話って、今夜じゃないよ、早朝だよって。From Canada っていうことですね。以上おもろい家族パート2でした。